はい、どうもこんばんは、源です。今日も動画を撮っていきたいと、思います。今日はですね、フォロワー数に関してですね、少し話をしてみようかなと、思います。今ですね、皆さんフォロワーどれぐらいいらっしゃいますかね。これ見てくださっている方は、どれぐらいいるかなと思うんですが、一応僕の方で話をしておくと、この YouTube チャンネルが、登録者数が1人、2人減ったのかな。で、今12人ですね。12人になりました。あとは、インスタの方はね、170ぐらいかな。で、ツイッターの方が140ぐらいかな、ぐらいいるんですね。で、ツイッターに関しても、特に増えたりもしてませんし、YouTube に関しても、先月かな、先月ぐらいにね、土底編 YouTuber ということで動画を何本かアップしたところ、ちょっとですね、反響があって、コメントをいただいたりとかして、それにと同時に、フォロワー数がですね、2つ増えたんですけれども、今月になってですね、フォロワー数が減ってしまったということなんですね。で、もともと YouTube に関しては、フォロワー数を特に増やそうと思ってやっているわけではないので、別に構わないなという感じでやってはいるんですけれどもやっぱり数字を見ているとですね、一喜一憂する方も多いのではないかなと、思います。で、ここでですね、フォロワー数をどう捉えるかという話になってくるんですけれども、今って結構SNS 誰でも発信してますよね。で、それこそなんだろう、よく言われるのが、発信者数が増えているのに、可処分時間は増えてないよねっていうことがよく言われていると思うんですね。発信する人が増えたけど、YouTube なり、Twitter なり、インスタに、割く時間はそこまで増えないよねということですね。なので、結局時間の奪い合いになるわけですよね。例えば芸能関係の方とかインフルエンサーの方とか、影響力を持っている人たちが続々と発信の世界に、やってきて、で、ご自身の持っている影響力を武器に、可処分時間を奪っていくわけですよね。そうすると、僕らみたいな土底辺の人間はですね、そこに参戦するのは無理ゲーというか、かなり無理があるんですよね。そうなった時に、フォロワー数をどう扱うかっていうことが、一つですね、問題になってくるかなと思うんですが、今でこそ、本当に例えばツイッターでも、YouTube でもインスタでもフォロワー数が数千とか数万って、そこまですごいことじゃなくなってきた気がしますよね。数十万ぐらいになると、やっぱすごいかなってなるんですけど、数千数万って、ざらに多分周りに、皆さんの周りにも多分フォロワー数数千数万人いる方って多分ゴロゴロいると思うんですよね。で、数自体に意味がなくなってきたと捉えることもできると思いますし、数が多いからすごい、イコールすごいってことでもないと思うんですよね。もちろんこの SNS どう運用していくかっていう話につながってくると思うんですが、そこは今日の話題ではないので、そこは置いて他の話をしていこうかなと思います。で、フォロワーってぶっちゃけ何かというと、自分のことを観察してる人みたいな感じだと思うんですね。あるいは自分のことを好きな人、好きになってくれている人、応援してくれている人だと思うので、フォロワー数が多いイコール、その発信者の人を観察しているか、好きか、応援しているみたいな、多分その3つぐらいに分かれると思うんですよ。で、逆にフォロワーが減ったってことは、自分のことを、もともと観察していたか、好きだったか、応援していた、その人が離れていったってことなので、言い換えると、自分のことに興味がなくなった、あるいは自分のことが嫌いになった、だから離れていったってことなんですよね。だから、両方とも、ポジティブに捉えるとするならば、フォローが増えるってことは、自分のことを好きになってくれたりとか、応援してくれたりとか、とりあえず見ておこうっていう人が増えてくれたってことですよね。で、逆にフォローが減ったっていうことは、数だけ追いかけると、悲しい気もするんですけど、そうじゃなくて、自分のこと興味がなくなった、あるいは自分のことを嫌いな人が離れていったっていうふうに捉えると、こう数の増減ってどっちもポジティブに捉えることができるじゃないですか。それってすごい素敵な考えだなと思って、今日話をしてみたんですよね。僕の場合は別にって言っても12人ですからね。逆にその12人って誰なんだろうって、むしろ知ってみたい気持ちもあるんですけど、なんかこう、 YouTube となんていうんですかね、フォロワーさん全員集めて
なんかズーム飲み会とかやってみたい気もしなくもないんですが、まあそんな感じですね。ちょっと話それましたけれども、まあフォロワーをどう捉えていくかっていうのは、いろんな考え方があっていいと思うんですけれども、まあ数の増減にですね、一喜一憂している方がもしいるならば、今日のような動画が届くとね、いいかなと思います。まあ考え方いろいろあるので、まあどれが正解でどれが間違いとかっていうことはないと思うんですけれども、まあ今日みたいな考え方もあるんだということで、最後まで聞いてくださった、あなたにですね、何かいいことがありますように願って今日の動画を終えたいと思います。ではお疲れ様でした。